にその場を離れてください。なんだと？俺と被ってんじゃねえか。必殺マジシリーズマジ反復横跳び。おまんふぅ。先生、で今日は何の集まりなんじゃ。知らないわよ。こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてるのよ。お茶もらえる？高速接近反応来る。は？キューキューが俺の名は炎上弁償しろ。お兄ちゃん、名前を決めて。名前か、本名は照れくさいな。キングでいいんじゃね。いや、ヒーロー名はちょっと、さすがにキングお兄ちゃんなんて誰かに。え？ S 級とお近づきになりたいとか浅い考えでここに来たんでしょ。不愉快、消えて。なんだこの生意気な迷子。マジで来やがった。ジェノスです。埼玉先生。その先生っていうのやめてもらえる？師匠。師匠もやめろ。叩いてかぶってじゃんけんポン。まだまだ青いわ。嬉しいよ埼玉くん。おう、バナナここに置いていいか。あ、ありがとう。君が食べるのか。お前はただ自分の技を試したいだけだろ。その無邪気な笑顔見りゃわかるぜ。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。ルーサー。あ、やっと見つけた、うん、探したぜ。おってか、こいつもヒーロー。知らねえ顔だな。俺を捕まえてのし上がろって魂胆かよ。返り討ちだ。え、何すんだ。誰だてめえ、カツアゲする気か。買い物の邪魔すんな。何書いてんだ、さっきから。先生の教えや修行内容を記しておこうかと。やっべ、またハードルが上がった。俺がジェノスに教えることなんて何一つねえのに。何か無難な修行方法とか精神論的なのとかこじつけでもいい。あ、ダメだ、筋トレしか浮かばねえ。でもそれじゃジェノス納得しねえし、そもそもサイボーグだし。シルバーファングね、いいヒーローネームだよな。それに比べてハゲマントってなんだよ。助かったよ、すごいなお前。今の何？これが本当の香取線香なんつってな。あ、いや、線香と線香をかけてるんだけど。
そのために来たんだ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて OL でも考えねえぞ。出直すってさ、そういう意味だったの？はい。一度荷物をまとめに帰りました。ここに住んでもいいですか？うん、絶対ダメ。ちゃんと歯ブラシ持ってきたか？あんなの聞いてない！ここは退散して仕切り直しだ！はっ！にいって、嘘だろう！いや、左のこいつはいらねえんだな。ジェノス？え？おい、正義の自転車乗り、無面ライダー参上！無面ライダーが来てくれたわ！ヒーローか、くだらん！一つ気がかりな点があるな。お、誰だお前。先生、バングの現一番弟子のチャランコという名のザコです。前に会いました。え、そうだっけ？そうか、さっきは C の字の上半分を S と見間違えたということか。分析すんじゃねえよ。何かの間違いでしょう。俺が責任者に直訴してきます。ごめん、やめて、俺が恥ずかしいから。俺はただ強さを求めていただけなのに、やっと最強の男になれたっていうのに。すまない博士。か、うぜえ。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。え？じゃあその頭部の肌色の装甲は？いや、これ肌だから。いや、しかしそれでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。強大すぎる。俺のパワーを封印する役目を持つ鎧が今砕かれた。そうか。常識的に考えてこんな肉生のまま食えるわけないしな。首を洗って待っていろ、埼玉。叩いてかぶってじゃんけんポン。くそ、もう一回だ。もう一回だ。腹減った、飯だ飯。行きましょう。チェックメイト。あ、すまん。悪くないな先生。え、そこまで。いや違うんだよ。次、反復横跳び30秒。よーい、始め。今も来ているナンバー2の獣王には勝てぬ。それこいつじゃね？だそうだ。あの、すいません、全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。ぶっちゃけお前サイボーグだから、体を鍛えるとか関係ないし、気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。やべえ、何言ってるか分かんなくなってきた。なるほど、やってみます。納得してくれた、ああよかった。てめえを狩るぜ。やつ次の反応を予測しろ。え？今襲いかかってきたやつ知り合い？いや、心当たりはないよ。あ、お前は確かなんとかの
ポンコツの、いや、伝説の、あ、関節のパニック、音速のソニックだ。セブース、あ、痛い、パパパパパパ、痛い、手が潰れる。え、いや、冗談だろ。本当にまいりました、すいませんでした、嘘ついてすいませんでした。最後に頭だ。あ、地獄送り死闘でお前の頭蓋骨は割れ、この世と。頭触んなよ。生きて、そんな。ジェノス、大丈夫か。はっ、おー、バグラタガニ、パンチングマシン。帰ろう。やはりダメか。いや、隕石を押し返しているようにも見えるぞ。本当か。あ、いや、気のせいだった。クソジジメ。タコいなくても私一人で十分だったんだから。ハーゲハーゲ、タコ、ゆで卵、天球、アボカド、マヌケの。ジェノス、なんか言ってやれ。了解。おい、クソガキ、黙って失せろ。ぶちのめっそ。いいぞいいぞ。ジェノス、叩いてかぶってじゃんけんぽん。こやつ、ズリーゾ、避けるのありかよ。ソニック、お前不審者扱いされてやんの。一遍退治されて頭でも冷やせよ。お前だよ、ハゲ。K.O. K.O. 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 うさうさぴょんぴょん。クソゲー、クソゲーだぜ。生姜、スーパーの特売日だねえか。ヒーローが逃げたら誰が戦うんだよ。何やってんの。今の言葉をメモしておこうかと。ジェノス、お前関節が変な方向向いてるぞ。今元に戻してやる。あ、すまん、腕取れた。悪いやつを探してやっつけなきゃ。悪いやつ来ないならこっちから行くぞ。ここにいた。俺はてめえらの評価が欲しくてヒーローやってんじゃねえからな。俺がやりたくてやってんだ。恨みたきゃ勝手に恨め、このハゲ。ハゲはお前だろ。んだぞ。確かに昆布は髪にいいと聞きますが、実は医学的な根拠はなく、発毛作用などは確認されてないそうです。一通り調べたので間違いないです、先生。例えばこのサイトによると。何も言ってねえだろ。